中目黒のコミュニティって多分本当にいろんなコミュニティがあると思うんだよね。スケーターのコミュニティもあるし、グラフィティライターのコミュニティもあるし、もちろんバーのコミュニティもあるし、アートのコミュニティもあるし、フードのコミュニティもあるし、それぞれのコミュニティにいる人は結構バーテンダーでスケーターでアーティストとか、一人で3つぐらいのコミュニティを持っている人みたいなのが結構多くて、コミュニティ同士はかなり入り組んでこう重なり合ってると思うんだよね。ハトスバーが何かっていうのは結構説明しづらいんだけど、俺と俺のパートナーのダブライは音楽を通じて知り合ったんだけど、その音楽を続けていくためには、まあ、自分たちで自分たちを壊せなきゃいけないなっていうのがあったし、セルフエンプロイみたいなのは絶対必要だと思ってたから、セルフエンプロイドになりたかったし、それをやってやろうって気持ちで始めたのがハトスバーです。ベイビーバックリーフは見た目がいいから、やっぱみんな一度食べて気に入った人は次も食べる。サバンナの水場みたいなのが僕らのコンセプトで、そこではライオンとか草食動物とか、まあ、みんな何も関係なく気持ちよく必要な水を摂取して水浴びしていい感じに過ごしてるから、そういうような場所、いろんな人が来て肩書きとか全部関係なくてみんなが一つになれるような場所をやりたかった。俺は昔アメリカに住んだ時があって、友達ん家に行くとお父さんの焼いてるバーベキューを手伝うんだけど、そこでいろいろ教えてくれて、基本的なスキルみたいなテクニック、そのロジックは分かってたから、あとはレシピ、そこは努力と研究とかでなんとかなると思ってたから。俺肉ほとんど食べないよだって毎日肉触ってんのあんま食べないでしょ。まあ味見するけどね。でも外で肉食べに行くとあんまなくなってね。もともと肉好きじゃないのかもしれないね。俺ラーメンが一番好きだ。彼はあの俺のパートナーで一緒にハトスパーをやってる、そして俺の兄貴のダブライさんです。で彼はあのハトスの前身のハトスパーの前身のハトスオフィスのボスの上村さん。あ、これから行くのは俺らみんな仲いいリューマっていうちょっと変なおじさんがいて、彼のお店は中華料理屋さんなんだけど餃子がすごいうまいんだよね。そこに今からみんなで行こうかなと思ってます。彼がリューマ君です。このお店の2代目です。スノーボーダー で今足を折っちゃってるんだけど、ありがとうございます。乾杯。もう40年この店やってきてるお父さんお母さんと、これから2代目になるリューマもすげえやばいいいやつでかっこいいし、これが餃子です。餃子とあとこっちはスタミナ炒めっていう炒め物で、玉ねぎとかチャーシューキムチとかニラとか、はい、じゃあこちら失礼しますね。どの料理食っても間違いないし、場所は本当東京ハードコア10秒で間違いないんで。これね、関東麺、まあ、ラーメンの上にその八宝菜的なものが乗ってるやつなんだけど、はい、はい、お待たせね。これも超お客さんとも、もういい感じだよね。ダブサーバーがすげえ増えてる。いや、増えてるっていうか、そう、まさにずっとやってることはちゃんと板についてきたってだけだよ。いやー、でも最近ダブサーはいいよ、本当に。いや、そうしていかなきゃダメだろ、そうしていかなきゃダメだろ、そんなのは別に。そう、安心、こっちも、ほんと。いいんですか？行こうよ、行くの？行けるぜ、マジ行けるぜ、行ってよ。中華だけど日本の文化だと思うんだよね、ああいう大衆中華って、ね、うん、食って飽きないし、いや本当だよ、毎日食えるよね。多分日本のすごいオリジナルっていうかね。聞けよおい聞けない、おい、おやおさおさ
ね、恵比寿にあるバートレンチです。そこのバーテンがすげえいいんだよね。ロジェリオっていうブラジル人なんだけど、本気でバーテンディングやってていい感じ。こんばんは、バートレンチのロジです。ハートズの人たちは結構ここ、ね、ここのバーで結構飲みに来てくれてるし、でお互いに僕も結構ハートズの方も結構飲みに行ったりします。結構ナイスなクールな人たちで、で結構アイディアも見たようなアイディアのコンセプトがあって、メグロニ、初めてロジェリがすげえハマってる。彼はカクテルの面白さを教えてくれた人で、本当にインスピレーションでカクテル作ってる。これが俺らの普段の生活圏員こういうテンション生活範囲イエーとかないですよね。なんか俺あんまこう酒飲んで熱い話とかするのはあんま得意じゃなくて、あんまそういうの話すと本気になっちゃうから、本気だから。俺ちゃんと話してる？ムカつくやつみたいな話し方してるでしょ。まあいいよね、仕方ないよ。インタビュー初めてだからさ。ロジュ、ごちそうさまでした。これからハトスバーで。はい、やめよ。ビーフバーベキュービーフショートリブ。イエーイ。何もう食えばいいの、万人受けするものはいいとは思わないけど、うちの店に来てくれた人たちにはなるべく多くの人にはちゃんと喜んで帰ってもらいたいから、これが俺の味なんだよみたいな、そういうのは全くなくて、今度ね、何十年もアメリカでずっとバーベキュー焼いて、ね、なんかバーベキューの権限みたいになっちゃってるわけじゃないから、そこはすごい柔軟に考えてる。今は今だけであって、この先はもっといいものになっていくだろうと思うし、それは自分で変えなきゃならないし、そう思ってる。ラブちゃん、ラブちゃん、お疲れ様でした。